B360 は、松田が、かつて製造していた4輪の軽商用車。登場は、オート3輪の K360 の後であるが、互いの特徴を生かし、両車は、併売されていた。ボンネット型のトラックとライトバンがあり、ライトバンには、B バンという愛称が付与された。1960年代には海外への輸出も、行われた。 日本国内と同じ 360cc の B360 のほか、600cc にボアアップされた、マツダ B600 が、海外市場での主力車種であった。V 型2気筒エンジンの B360 と B600、および、オート3輪の K360、T600 は1960年代に、ミャンマーにも輸出されていた。当時ミャンマー国内には、 日の自動車製3.5トン、6.5トントラックをノックダウン生産するための国営企業である、ミアノマールオートモビルディーゼルエンジン、インダストリーズが設立されていたが、このマジが B360 国内販売終了後の1973年に、マツダの生産設備の異常を受け、B360、K360 の現地生産に着手した。 その後は1990年代頃までマジでの現地生産が行われていたため、ミャンマーでは現在でも K360 シリーズと共に現役の車両が多数見られるという。マツダのロータリーエンジンによる初の走行実験は B360 への搭載で行われた。ミャンマータイムズビジネスリベス、ミネスキュルオートインダストリー、バットナンバーズ、オンザライズ。 ありがとうございます。